それでは後半戦山本優うの朝からえ朝から考える TV の方スタートしていきたいと思いますまあねまあ朝から考えるつったってまあまあ私が1人で喋っていく番組っていうことですけれどもえ今日はねえまあまあコロナについてちょっととそれからちょっと演技についてちょっとと だから、えー、まずですね、この花政花正、まあ、昨日まあ、買い物で行ってきたんだけども、えー、いい肉の日セールっていうのを、<laughs> いい肉の日ってのは明、明後日明あさってあ、そうか、ブライ祭り、これ、11月29日、これ、いい肉の日なんですね。<laughs> いい肉の日だったんだよ。あー、覚えやすいですね。いい肉の日は、ブライ祭り。えー、それから、えー、肉の花正では、年に一度の肉祭りっていうのはやってるみたいですから、お肉は安いんでしょうね。 ぜひとも皆、えー、さん、えー、お越しいただければというふうに思います台東区に結構あるよね肉の花のさねえー、台東区だったら、えー、浅草橋店秋葉原店はあれ台東区なんのかなどうなんだろうまあちょうど切れ端のあたり切れ端というかなんというかねあたりですけどえー、あとはなんか上野に行く土中にも専属店っていうのもあるね まあどこまでが台東区かっていうのがまだ見極めがつかないですけれども地名を言われてえな,んかなんかあの辺にもあったなみたいなえ結構自転車でやっぱ移動してますからあの辺にもあったなあの辺にもあったなっていうのはあるんですけどもえー <laughs> なかなかねえどこまでが何区でどこまでが何区でっていうのはまだちょっとまだ難しいかな結構切れ目大変ですね そ,うそれからね、えー、昨日の、えー、先週の金曜日は、えー、六本木まで自転車で行って帰ってきましてですね、えー、結,構結構足が弾け飛ぶんじゃないかっていうぐらい疲れましたね六本木あのやっぱ六本木とか渋谷とか恵比寿とかあの辺ってのはもうやっぱ坂がすごいですよね坂がすごいから えー、なんかもう本当に参、えーま、っちゃったなっていう先週は自転車移動が本当多くて大変でしたそれから、えー、昨日もですね実は僕は、えー、テレビ東京の方まで行ってきましてちょっとした用事で、ね、テレビ東京まで行って1、えー、曲歌ってきたわけですけどもこれが何かっていうのはちょっとまだ言えないんでね 言えないんでまあ、おいおい、えー、お伝えすることができればというふうに思うんですけれども、それもまあ自転車で行ってまいりまして、虎の門ですかうん。なんか最近、足が <laughs> 疲れてんなと思って、年だなと思ってね、リカバリーが全然できてないんですけれども、えー、まあね、あの、ストレッチなんかしたりして、まあ、なんとか、えー、保ってますけれども、えー、そうそう。だからね、あの、結構、東京の、 僕も東京住むようになってやっと9月から来てるから91011あもう3ヶ月になるのか3ヶ月経ちますねで今非常に大阪は戻りづらい状況 <laughs> <laughs> 大阪はもうほんとコロナバンバン出てねあの休業要請なんかも出てたりしてそれから GoTo トラベルも適用されないみたいな感じですから非常に今大阪には戻りづらい状況にはなっているので まあより東京にですね密着できるかなというのは思うんですけれどもまあ本当いろんな場所を自転車で行ってねあここは自転車で行けるなとここ行くんだったらあの最短ルートはこっちだけどもここ坂きついからこっちから回った方がいいかとかってねそういったことも大体だいぶ分かってきましたけれどもやっぱりえ東京ってのは道がややこしいなって印象ですね。うん そのやっぱりなんだろう大阪が簡単すぎんだろうな多分な縦横縦横の,あの5番の目になってるでしょ道が大阪とか京都はねあれはやっぱ非常に分かりやすいあの昔の人をよく考えたもんだなと都を作る上でこうやって十字路、えー、都を真ん中にしてこう5番の目状に道を作っていってっていうのは非常に賢い街、えー、づくりの方法だったのかなとは思いますけれどもまあ やっぱね地形,地形の事情とかもありますからねやっぱ東京坂が坂多いよねうんやっぱ来てみてびっくりするけれどもだから昔「全力坂」って番組があってさそれを SMAP の, SM の <laughs> 木村拓哉さんなんかが特別番組で走っててなんていう印象があったんだけれどもあそんな坂多いのかと思ったら本当に多いんですね、うん、多い多いだから、えー、東京の坂全部走ったっていう 企画だったと思うけれども、あれは、えー、どんなもんかっていうのはね、実際にちょっと興味ありますね。そういった企画なんかも <laughs>、いずれやっていければというふうに思いますけれども、なんかもしね、こんな企画やってほしいっていのがあれば、えー、先ほども、えー、申し上げました、えー、こ,この番組の、えー、特別専用アカウントがありますので、こちら、山本シン n t v の方まで、 えー、なんか、えー、メッセージの方を送っていただければというふうに思いますさてうんそんなこんなでですね何の話だっけうん、えー、花正の話したでしょそれからえー、ブライ祭りの話もしてそうだからブライ祭りでえー、あの明さって井監督とご対面なんですねそれでやっぱり えー、私もこのコロナウイルスという流行があってやっぱその演技関係が一切ストップしてしまったんですね。なんせ稽古もできない。うん、で何を隠そうですね私が大阪でずっと通っていた、えー、あの先生のところがあるんですけどもその先生がですね対面でのレッスンをやめちゃったのねこのコロナに関して。それは、えー、とご家族の中に あまり呼吸器がねあの強くない人がいるとかそういう理由とかまあそういうのもあったみたいでそれで一切の対面の、えー、稽古ができなくなってしまったその先生のもとではそれでまあ一応オンラインレッスンとかもやってるのでまあオンラインで何回かやったりとかはしてたんですけれども僕もやっぱりなかなかモチベーションというかねこの先舞台とか。 どうやってやっていけばいいんだろうとかそういうやっぱ不安もあってまあそれでも一応どういうのをやろうかななんかなるべく人に接せないような形でえやるやり方とかいろいろ考えたりはしてたんですけれどもまあ特に答えも出ずで1人でできる戯曲がないかっていうのでまあ まあその先生にねおすすめしていただいたそのえーゴーゴリーというえウクライナの作家の狂人日記っていうのがあるんですけどもこれも一人でどうやってやればいいのかっていうの答えが出ないもままでえそれ答えが出ればねそれを題材にしてちょっと個人レッスンオンラインで受けていこうかなっていうのを思ってたんですけれどもなかなかイメージもわかずでちょっとほんとストップしててで気がつけばズル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 と3月ぐらいから何もしてない状態が続いてだから えー、もう7ヶ月8ヶ月ぐらいも本当に演技ってのをやってないっていうような状況が実は続いてたんですね。それで、まあ、そんな状態で五つ監督に会うのもどうかなっていうのもあったので急遽じゃないけどたまたまツイッター見てたらあのツイッターに張り付いてるやつみたいになってますけどね別にそんなことないんだけどもツイッター見てたら、えー、とある、えーまあ、そういった演技のワークショップというのを運営されてる、えー、アクターズビジョンというところが。 あるんですけれども、えー、そちらの方で天野千尋監督という今度12月の頭かな2日だったか4日だったかちょっと詳しい日程忘れましたけれどもこちらで「ミセスノイジー」というですね、えー、新作が公開になるこの天野千尋監督というのはもう女性の新鋭監督でまだ非常にお若い監督です もうもう監督としては非常にやっぱお若い監督なんですけれども、えー、そちらの方の、えー、新作が、えー、あの全国ロードショーになるということで、えー、その監督さんのワークショップにをやるっていうことだったんでねに、えー、それ申し込んで行ってきました。ななんか喋り下手になってますけどね <laughs> すいません、えー、それが、えー、あったのが21222324かな4日連チャンであったのねそれが、えー、先週の同日月か、うん、だから、えー、3連休なんて本当に僕からしたら関係ないっていうかも,うもちろん土曜日も日曜日も、えー、番組もあるしねだから土曜日日曜日はあのワークショップ受けてから番組日曜日ワークショップ受けてから番組みたいなそんな、えー、ハードスケジュールだったんですけれどもそちらの方行ってまいりました。 で、テキストが3つ渡されて、うん、で、演技やるっていうようなことですよね。で、これは面白いのが、あのー、やっぱりワークショップ参加者、誰が参加するか分かんないし、当然男子何人、女子何人っていうわけでもないわけさ。だけど、テキストはやっぱり、これは男の役だし、これは女の役だしみたいな感じだよね。基本的には旦那と妻がいてみたいなテキストだったら、やっぱ男役は、 男子がやって女役は女子がやるみたいな感じだ基本はだけども男女比の問題とかもあるしだから年齢年齢層もねバラバラですよね若い人もいればやっぱり6070の人も来られるわけですよこれキャあの配役は非常に難儀ですしで今回の監督さんはですね非常にやっぱそういったビジュアル的なバランスも気にされる方だったんですねだからあの、えー、50の人と20の人が いて恋人役をやるのはちょっといかがなものかっていうようなどちらかというとそういう考え方ワークショップであってもやっぱその見た目的なものがあるんだからそれだったらえ別に夫婦役でやらないで例えば親子にしてしまってやった方がしっくりくるっていうような考え方をされる方だったのであのーまあ配役の妙というかねそれがえ当日まで発表されないと。 <laughs> っていうことはこの本をねまあもちろん基本的な役の行動っていうのはかそんなに変わらないにせよ関係性が関係性が相手役を誰がやるかによって変わるわけさだからその辺の準備がまず難しかったっていうのと面白いのがあの例えばどう見ても男役。 えー旦那役がこっち奥さん役がこっちっていう、えー、本になってるのにこれ男女逆あ男女振り分けられてこの逆バージョンもやりますみたいなだから <laughs> 明らかに男役で書かれてるのを、えー、奥さんにして明らかに女役で書かれてるのを、えー、旦那さんにしてやってくださいみたいなそういうのもやったと。 これ非常に困りましてね、こんなぐち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 文句を言う旦那さんがいるのかとかっていう、その辺もやっぱその辺について考えたりとか、非常にあのチャレンジングな、えー、ワークショップでしたけれども、えー、まあそちらの方、まあ、4日間やってね、あの私があの統一して監督に言われたのはですね、<laughs> 演技が強すぎると。 こんな風に言われました、ね、演技が強い演技が強いってのはどういうことですかってのこれ聞いたんですねそしたら、あのー、こんな風にに、ね、言ってましたねあなたは、えー、まず、えー、見た目が派手である見た目が派手であると <laughs> 見た目が派手だああそうですかって、えー、まず、あのー、背が高いでしょで目力が強い眉も上がっている で声もでかい、<laughs> 身振り手振りが大きい、<laughs> もうあの演技が強いですと。で、だから、えー、そういうのがあったときに、この相手役とのバランス、バランス的に、例えば夫婦に見えないとか、あとは、なんだろうね、うん、まあ、なんせ演技が強いんですと。で、それは抑えられるんですかみたいな。で そのなんだろうなその演技の強さ強さ、まあ、その監督がおっしゃる強さっていうのを幅広くできるのかどうかみたいなのが今回何回か演じた中でそれは見られませんでした全部強かったですと <laughs> そういうふうに <laughs> 言われちゃって。だだからきっとそれは強みだし きっとハマる役もあるだろうけども私はこのテキストの役にあなた配役したいというふうに <laughs> 言われましてねああそうかと思ってでそれはわざとらしいってことですかって聞いたらいや別にそうとも限らないんだと確かにうまくいってない部分ではそういった部分なんか悪目立ちする部分もあったかもしれないけれどもその演技が強いこと自体はわざとらしいという意味とは違うただただ <laughs> 演技が強いと <laughs> <laughs> 言われたんですねあそうなんだと思ってでもずっとあのー、あそうなんだってのを思うのと同時にねこの演技が強いってのは一体どういうことなんだろうってのはずっとモヤモヤしてずっと考えたわけ演技があっ俺演技が強いのかっつってね別に眉,眉毛が上がってるのは別にあの書き換えればいいわけだしあの まあその辺はどうにかなるかもしれないから声もちっちゃく別に喋ることはできるしねその辺は調節可能だけれどもあの背が高いとか身近がどうだとか言われたらどうしようもないしね何だろう何だろうね演技が強いで演技が強いってのはどういうことだろうって言ってあのその大阪でそのレッスンを受けてるその人に質問したのは高校こういうことがあってねこういうことを言われたんですよ <laughs> どういうどういう ポイントを修正すればいいんでしょうねってうので特に一番引っかかったのはその演技が強いうんぬんよりも夫婦に見えないってねこれ言われた方が僕はやっぱりあのーショックでしたね、やっぱ夫婦に見えないっていうのはこれ大問題ですよねやっぱ夫婦役をやる以上はやっぱ夫婦に見えなきゃいけないと、うん、いずれにしてもね、うん、だからあのー、その辺ですよ その辺がどうなのかなっていうところでやっぱ聞,聞いてみたのねそしたらあの先生まあ多分きっと考えてくれたんでしょうね2日ぐらい経ってから、えー、昨日の夜に連絡が届きましてで、えー、それでこういった回答がありましたというのはあのまあ演技が強くなる要するに身振り手振りが大きくなったりこう声が大きくなる要するにこうこれ何かっていうと要するに自分の 気持ちを伝えたいとかそういうのが、まあ、必死になってる部分がきっとあると思う必死になってるそれがなんだろう例えば夫婦だったら、まあ、このくらい言えば分かってくれるだろうみたいなそのあうんの呼吸っていうのそれがおそらくあるに違いないとつまりここまで言わなくても分かってくれるここまで頑張らなくても分かってくれるだろうっていう段階がきっとあると夫婦では。 夫婦といいう関係においてはねそれがあればそこまでなんかこう伝えようと頑張らなくても、えー、役の人物の目的は達成できるんじゃないかとそういうふうな、えー、考え方をすれば、えー、その演技の強さというのは若干、えー、その強度っていうのは下がって。 夫婦らしく見えるんではないのかというふうな、えー、回答をいただきまして、ね、な、なるほどなとあ。確かに言われてみれば、えー、そういったあ、そういう部分はあるのかなっていうのは、まあ思いましたね。なんかこう,うん。まあもちろんきっとね、それだけじゃ、 なんて言ったってねその、えー、質問答えてくれた先生はその当日の僕の演技を見てるわけじゃないのでまあこういったこう,こうこういう経緯でこういうことを言われましたっていうことに対していろいろ考えてまあまあ質問に答えてくれたっていうわけだったのでまあでも非常にこう腑に落ちましたねなるほどねと、えー、その夫婦の,そのまあ日本人特有のアウンの呼吸っていうふうにおっしゃってましたけれどもやっぱその。 日本人特有のきっとあるんでしょうねなんかそういう、えーまあ、このぐらい言えばわかるでしょうみたいなうんそれがなんかこう夫婦のリアリティを表現する上で大事だっていうのはなんか一つ勉強になりましたね <laughs> はい、えー、そんなええー、動画はもうほんとそんな1週間でしたねこの1週間は、えー、その、えー、もう演技についてもう4日間絞られて もうなんかなんとかしてねうまく、えー、自分をまあ本当にそれこそまあせっかくねそういう,もう映画、えー、全国ロードショーするような監督さんとお会いしてまあアピールできるチャンスですから、えーまあ、まあなんとかねこう。 アピールでできれればということだったんですけれども、えー、<laughs> まあ演技の強い男ということで <laughs> 思いっきりイメージが刷り込まれてしまってまあこれがいいのか悪いのかね、えーまあ、そういう役があればもしかしたらお話いただけるのかなっていう、まあ、期待も込めつつですねまあまあまあ決してねあの悪い評価、まあ、全然悪い評価っていうわけでもなかったのであの何せ演技が強いねっていう。 <laughs> そこが <laughs> あ,<の> <laughs> あったみたいですけれども、えー、まあまあまあ,あの楽しい4日間でしたね久々,に久々にやってああ面白いなっていうのがねありましたねやっぱ芝居芝居やっていくのが面白いなっていうだからもっとなんかねもっとやっぱ他の人とやる機会があればいいなと思うしねなんか、えー、その役者同士で 喋ったりとか、最近全然できてないから、そういう機会も設けたいなというふうに思ってますしね。だから、えー、ぜひともね、こちらの番組なんかにもゲストでお呼びしたりとかね、できればいいなと思いますしね。なんか <laughs>、でも、あんま役者の人間っていうのは、なんかこういう演技について、あんま喋りたがらないのかな。それはもう人によるかなっていう感じですけれども、なんかそういったこともね、できればいいなというふうに思っております。はい。 えー、それでは、えー、まあそんな、えー、1週間でしたそうあとはねあのー、曲作ってましたもうねいやこれもやばいのよこれもねもう締め切り締め切りすぎてんだよな自分で締め切り設定して締め切りすぎてるからもう本当にねもう情けないっていう話なんですけどももうどうしてもねその真ん中の部分がねもうしっくりこないわけあのブリッジの部分がね サビからそのサビとサビをつなぐ最後の最後の,最後のもうパートがあるんだけどもここをねほんとどうしたらいいかっていうのもずっと悩んでて昨日ももう遅くまでそれずっと悩んでたんだけども,もう結局答えが出たのか出ないのか一応一応弾いたけどね昨日昨日弾いてまあ、そこにまあ今日歌とって。 で,で、調整してみて、調整ミックス、エディットミックスしてみて、で、まあ聞いてまだ考えようかなっていう感じですけど、どうかなーっていう、うーん、こんなに、こんなに悩むとは思わなかったね、正直。うーん、こんなに悩むとは思わなかったけれども、やっぱり、 うんそのまあシングルとして出してもあの恥ずかしくないようなものっていうやっぱりえー、リクエストだったのでそういったものにできるかこれはもやっぱ非常にプレッシャーだしねであのー、やっぱし 渡された詩の内容自体はやっぱすごいもうこれはいじらない方がいいっていう気がするんだよね僕の中ではこれもだって成立してるしもう余計な手を加えない方がいいと思うただその曲にするっていうところであどうしようかって本当にそれそれなんだよなもう,もう文字数の問題とかいろいろあるわけですよ結局。 うーんその辺があの非常に厄介で戸惑っあの困ってるところですけどねあそれがあのスタートアップみたいにスッとスッとうまくいく時ばかりではないですねやっぱりねここまでここまで悩むとは思わなかったな本当になうんやっぱもう自分一人で作ってるのとはやっぱもう全然感覚違う、ね、自分一人でやってる場合はもうとりあえずこれでいいだろう いうとこあるしまあシングル曲じゃねえなっていう判断になったら別にシングルで出さなきゃいいだけの話だからねだけどシングルシングルで出すような曲にしてくれっつって詩渡されてるからもうこれはもう非常にすごいプレッシャーだよねだからなんとかうまい解決策はないかっていうので考えてますけどまあ具体的なことねわからないでしょうからあれですけどもまあ あの実はですね「その山本優あずうりサンデー山本優のダンディーツナイト」っていうのが日曜日の今21時からやってますけれどもこれの前身番組が火曜日の22時からかな火曜日の22時から2回だけ やってるんですよこれ YP 山本のダンディートナイトっていうのが2回あってそれが日曜日に移籍して『アズリさんで山本いうのダンディートナイトって番組になってやってるんだけどもその、えー、YP 山本のダンディートナイトの第1回目でこの曲を生放送で作曲するってのをやってるんですねでそれが第一次形態でその後も、えー、その後に2010、えー、月の25日かな、えー、ちょうど先月か先月。 の先月の今日より1ヶ月前か。だから、1ヶ月前よりちょっと前か。えー、なんだけども、えー、そ,のそちらの番組の方で、番組じゃねえや、えー、ライブの方で披露するっていうの披露した。だけれども、それが、えー、どうやらイメージが違うと。えー、僕はその時、あのエンディングテーマっていう形で作ったんだけれども、いやただのエンディングテーマじゃなくて、あのエンディングテーマだから、ホタルの光みたいなね、そういうなんかこう、終わりが綺麗に。 綺麗に終わるアルバムの最後の曲みたいなそんな感じでイメージで作ったんだけどもそうじゃないと普通にシングルとして出しても、えー、いけるような曲にしてほしいっていうそこであってでそっからずっと悩んでるわけだから、えー、まあまあ白状すると「とばり」という曲ですけれども、えー、その曲については何度かですねその夜の方の番組では、えー、触れたり歌ったりはしてる詩の朗読もやったしね、えー、そういうのはやってるんですよ だから、えーまあ、もし気になる方はね、そういった、えー、番組なんかも、まあ、なかなか、えー、僕の番組、YouTube で上がってないのが、えー、ちょこちょこあるので、YouTube に、まあそのあのー、生放送で作ったっていうその伝説の、えー、ずッコケ番組については、まあ、ずっと前から上がってるんだけども、その、えー、番組で歌ったやつは多分上がってないんだよね。まあまあ、それはまあ、おいおいだと思いますけれども。 まあ、それについてね、まあ、なんとか、これもまあ、仕上げて、ちゃんと、えー、まあ、日曜の番組では歌えればいいなというふうに思ってます。まあ、歌う前に、まず、えー、チェックしていただいてるのはも,もちろんあるんだけどね、えー、あの、歌、歌っといてね、あの、これ、やっぱボスですって言われるのは、やっぱね、あの、心苦しいものがあります。まあ、それはそれで、まあ、番組としては面白いんだけどね、なんか、 あの番組通して作ってるみたいな感じが出てあこ,うやこういう感じで、あのー、曲って作られていくんだなっていうのがドキュメンタリーになるっていうのはまあそれはそれでまあ番組としては面白いかなってのは勝手に思ってるんですけどもまあその辺はもう捉え方ですねまあその辺をまあしっかり頑張りながら、えー、まあこういった番組もねしっかり頑張っていければというふうに思いますそれでは、えー、今週のニュースいってみたいと思います まあ、コロナに関してもやるんですけれどもなんかね、一つ面白いっていうか、ね、こうびっくりしたんだけども、あのー、アメリカアメリカでね、まあ、サンクスギビングっていう、まああのーまあ、イベントがあるんですね。感謝祭っていうのサン,サンクスギビング。サンクスギビングって。 日本語で言うと何なんだろう。感謝祭。うん、感謝祭ですね。えー、これが、えー、10月の第2月曜、あ、違うわ。アメリカでは11月の第4木曜日だから、えー、あ、昨日か。昨日はサンクスギビングデーだったんですね。これは、あの、祝日なんですけれども、こちらでは七面鳥を食べると。七面鳥を食べるんだけれども、これで、なんか、どうやら、 <laughs> あの恒例行事があるらしくってね <laughs> で七面鳥って丸まるっとあるわけだ七面鳥がねこれ冷凍で売ってるらしいんだよこれを冷凍で買ってきてそれをまあフライドチキンにする油で揚げるんだけどこれを冷凍のまま油にぶち込むっていうのをやる人がいるらしいのねこれやるとどうなるかっていうとなんとですねこの冷凍ターキーの水分 水分がもう凍ってるやつがありますなこれが一気にその油の高温によって一気にこう要するに冷凍ターキーだからマイナス何度になってるでしょだから周りについてる氷とかってのはマイナス何度で当然ターキーのな中に含まれてる水分なんかもそのぐらい下がってるとこれが油ったら何度180度200度ぐらいの油で揚げるとすると一気に温度が上昇するわけですね 一気に温度が上昇すると <laughs>、そのちっちゃくなってるその水が非常に、えー、0度ぐらいだと非常にちっちゃい体積になってますね。これが水蒸気になるとこれが一気に何十倍、何百倍にこうなるわけです。これを要するに爆発と呼んでるわけですね。爆発の原理というのはこういうことなんですよ。要するに体積の小さいものが一瞬にして体積が大きくなる。これが爆発なんですね。だから 何が起こるかっていうと水蒸気爆発が起こるわけですよこういうことをやると。であの火事が多発するっていうこれ,これがですね恒例行事のようにアメリカでは行われているらしくってですね、えー、あ,るある人がねアメリカで、えー、過ごしている日本人の方が Twitter でつぶやいたんだけれども結構なかなかひどいんだよねアメリカでニュースで多分それを実験した多分これニュース番組で実験した動画が。 出ててまあそのこの番組の専用ツイッターでの方でリツイートさせてもらってるんですけどだからそちらの方でね動画、えー、見られる方は見ていただければなというふうに思うんですけどもなかなかねもう本当になんかこんな油になんか冷凍抹茶きんんっているほんなら火なシューってなって火がブワーッと上がる怖いなと思ってそれは火事になるわっていうまあこれぜひともねまあ 日本にはこういう文化ないけれどもだからその冷凍のものをなんか油にぶち込むみたいなのは危ないよっていうのは、えー、皆さんもねご存知いただければなというふうに思うのと、まあ、まあこの人が最後にオチで言ってたのは日本人も毎年正月に餅詰まらして死ぬっていう恒例行事があったなみたいなね <laughs> お,餅お餅ってのはですね結構、えー、人を殺してるんですね。 お餅を食べて死ぬ人これちょっと調べてみましょうか人数お餅死者数2020ねはいえー、お餅の死者数はですねびっくりですよえー、っとん えー、正しいのかなこれはだい大体、えー、2020年とかじゃなくて大体毎年1300人ぐらいが <laughs> 大体毎年1300人ぐらいが、えー、お餅を詰まらせて窒息、えー、しされてるとされてますねまあ消費者庁の報告では不良の窒息という形での報告なので まあ、お持ちによるとは書かれてないんだけれどもおそらく大半がお持ちであるなぜならば1月に1300人以上が、えー、亡くなられているそして65歳以上の患者が約9割を占めているっていうことなのでだから、えーえー、1300人よ1300人1300人亡くなってる。 で、えー、新型コロナの日本の死者数って結局何人なんだろうねあ新型コロナで1983人だからまあいい勝負ですね。新型コロナは、えー、これはもう2020年のデータなのでこれは1年1年分です。 それに対してお餅は1月だけで1300人亡くなってるとねあのだからあのね結構亡くなってんですよ結構亡くなってんですけどもそれがまあ周りに現れないってのはねまあやっぱこれはもう数の理論で1300人って聞くと結構亡くなってんなっていう気がするけれどもやっぱ1億2,000分の1300ってなるとえー、まあ 100分の1、1%にも満たないんだよね。えー、なんぼじゃ。1億 ?1 億と1000だから、1000と、えー、1億だから、何 ?1 億 ?100 万 ?1000 万 ?100 ミリオンか。だから100、100×1000 で、10万倍 ?10 万分の1か。うん、10万分の1ですからね。やっぱ10万人いて1人っていうのは、なかなか。 自分の周りに10万人もいないからねだからやっぱ実感湧かないぐらいの数字ですよ、うん、だから多分コロナで亡くなったっていう人はなかなか周りにいてる人ってやっぱ少ないんじゃないうん1800人ですからねまあこれが海外行くとやっぱあのー、またね人数が変わってくるのでまた事情も変わってくるんだけれどもまあ海外は海外でやっぱいろんな要素があるから例えば土足で家に上がるとか それからまあ病院がやばいとかまあいろんな,ねいろんなやっぱ条件が変わってくるのでまた全然本当話違うんだけどまあ日本はラッキーなことに1800人で止まっている。うん、でこれに関してはうーんだからそうなんだよね。だからこの辺が どうかなっっていうな何の話だっけああお,餅お,餅の話お餅はね結構人殺してますよっていう話ですよね。でそこからまあコロナの話に、えー、突入していくわけですけれどもまあやっぱりですねまあ先週先週ご紹介しましたビタミン D の話ねビタミン D の話なんかで言うとやっぱあのトランプ大統領がですねああまあ次期大統領 誰になるかちょっと <laughs>、まあ、ちょっと、いよいよトランプさんはもうそろそろやばいかなっていう、もう、さすがに訴訟もね、うまくいってないみたいなんで、まあ、バイデンさんになるのかなっていう感じはしてますけれども、そのトランプさんがコロナになった時に、まず、体に投与されたのはビタミン D だったと。そのぐらいですね、ビタミン D というのは効果があるものだというえ風にえ考えていただければなという風に思うんですけれども、 えー、それからですねやっぱその一番ですね、えー、皆さんに知っていただきたいなというのがあこれ一番一番一番目は後に話すわ、えー、それから、えー、<laughs> 自殺者数ですね自殺者数がですね あの7月からもうどんどん増えてましてとうとう、えー、コロナの死者数を超えましたということは、えー、1800人よりも、えー、自殺が自殺してます、えー、日本の方、えー、それはやっぱり、えーえー、もうコロナで死んでんじゃないですけどもコロナのせいでしょうね確実にもうこれはもう間違いなくそうとしか言いようがないですよね、うん、やっぱこの 何とも言えないこの閉塞感であったりとか絶望感であったりとかそれはねいやもうそんなんで死ぬやつもメンタル弱いんだよっていう人たちは多分あの本当の意味で困ってないんじゃないかな困ってないというか何だろうそれこそねだからあの緊急事態宣言になってねずっと家にいていいんだっていうある意味それで。 なんてののかなあの仕事行かなくていいやそれでお金ももらえてみたいな人もいるのは事実でねで特に、えー、主婦の方なんてまあちょっとお茶行けないなぐらいのもしかしたら感覚かもしれないしまあ、お茶ぐらいいってもいいと思うしねだから実感がある人とない人ってのはやっぱあると思うんだけどもやっぱ飲食関係の人 だけじゃないよもちろんだけじゃないけれどもああいう人たちってのはもう大打撃ですよそりゃねうん大打撃だしそれやっぱ潰れてるお店もきっといっぱいあるだろうしねうんあのまあもちろんそのエンターテインメント業界もそうだしで特にやっぱり不要不急なんて言われ方されるわけですよあの不要不要ですよ 不要って言われる方の身になってこっちはねえこれこれがライフワークだっていうことで一生懸命まあもちろん自分の生活のためにやってるのはもちろんあるんだけども商売ですからえこれがえある種その社会のためになればと思ってやってるものが不要なんて言われ方されるわけでしょでテレビではえもうとっとと閉めろとちょっと閉めろと言われて。 不要なんだから不要不急なんだからとかって言われるとそれってなんかすごいこうもう悪者扱いみたいにされるみたいな感じになると思うねうほ,んとほんと社会的にあいつらいらねえからみたいなふうに言われてるようなもんじゃないそんなつもりないかもしれないけどねで命が大切じゃないとかって言われるわけですよあのー、それはそれはもうごもっともなんだけれども 言われる方の身にもなっっててよねっていう話だよねだからその辺の配慮がですねあるのっていうことですよ。でそういうことを言ってる方がですねどの程度そのウイルスについての知識があって言ってるのっていうのは絶対ありますよね。だから 当然この新型コロナウイルスが怖くないなんていうのは絶対ありえないし危なくないとかねえー、風邪みたいなもんだっていうのはまあ風邪みたいなもんなんだけれどもじゃあ風邪が怖くないかって言ったら怖いですよ風邪で死ぬ人だっているわけだからね特に高齢者は風邪で風邪で死んでんですよ別にニュースにならないだけでうんだからうん、なんだろうなやっぱその辺がね どううかなっていうといころですねで今回まあ一つやっぱりあの紹介したいのがやっぱこの PCR 検査の CT 値というやつですね PCR 検査というのはですねまああのー、まあここに喉のとこについてるウイルスを取ってきてまあこれを増殖させるわけです増殖させて ある程度の値を超えたら陽性なんです、ね、うん。でこれが要するにここについてるウイルスが何個から陽性にするかっていうのはこの CT 値で、まあ、ある種変えれるとこはあるなんかこの何ていうのかなあのまあ例えが分かりにくくなったらあれだね <laughs> あれだけれどもまあ要するにどのぐらいの何て言うんだろうな厳密さで。 陽性にするかみたいな話なんだけれどもこれややこしいのは例えばじゃあこんなのウイルス1個ついたら陽性にすればいいじゃないっていうけれどもウイルス1個だと例えばここで取って出すんだけども例えばこの空気中にウイルスが飛んでたとしたらこれがパッとついたらこれで陽性になるわけでしょそういう問題もあるわけですよ。その辺がやっぱこのミクロの世界このミクロの世界っていうやっぱ目に見えないものだから。 この辺に何かあるなな思わないわいけですよだけども例えばほんとこの指の上に何万個のウイルスがついたっておかしくないぐらいのレベルの話ですからねやっぱそれだけやっぱ小さいものを取り扱うこれがやっぱウイルスですからそういう感覚ってのは本当にねこうなんていうのパッとこうイメージでは想像しづらいわけね。 イメージでは想像しづらい以上、やっぱこう理屈でで考えていいくしかないわけですよ。理屈と要するに正しい理論と正しい数字を持って、あのー、やっぱりいろんなものを評価していくっていうことしかないと。じゃあ1個で1個から検出ってなるとまあもちろんねここにちょっとついてるだけで陽性になるからいいかなと思うんだけどもじゃあこれを取り出したものが。 ね、この取り出して検査機に突っ込むまでの間にじゃあウイルスがつかないっていう可能性ねつくって可能性ゼロじゃないよねだつくだって空気中にあるかもしれないでしょだからマスクしろって言うわけじゃんあなた方え？っ、ね、ってことはこの取った綿棒がどこでウイルスつくか分かんないわけですよってことは少なかったらいいっていう話じゃないわけ で今は日本の検査ってのは CT 値が36というのに設定されてらるらしいこれは6個から検出です、ね、ヨーロッパは1個なんだよヨーロッパは1個から検出のだから、えー、ヨーロッパはもしかしたらそういうことが起こってる可能性が高いわけねだからヨーロッパで陽性、えー、PCR 陽性の人がバーンと増えてるけれどもこれはもしかしたらヨーロッパの検査の この CT 値が45っていう、まあ、1個から検出ってここにもしかしたら原因があるかもしれない。でそういったもしかしたらほとんど、えー、ある種濡れぬれ衣のような人陽性ってされてるけれども本当は別に体に何の異常もないっていうような人が、まあ、病院に連れ込まれたりして、えー、医療崩壊が起こってるってなったらこれはもう本末転倒ですよね。 これはやっぱりあのー、もうちょっと考えた方がいいんじゃないっていう話ですよね。で特にですね実際にじゃあどれだけの数のウイルスがあったら、えー、感染するうんつまり感染というのは、えー、ウイルスがついて感染じゃないですかね。これ曝露といいます。何度も言いますけども曝露。 この暴露の状態でも PCR 検査に引っかかる可能性ありますね。だってウイルスついてんだからこれ取った時にウイルスがついたらこれはもう陽性になりますから。だから、えー、ついてるだけ体の中に入ってないこの暴露という状態でも PCR は陽性になるんだけれどもここから、えー、入っていってで細胞の中でウイルスが増えていくわけですね。ウイルスってのは自分を増やしたい。まあ 生き物と一緒ですよやっぱ自分の子供を増やしたい論と一緒で、まあ、ウイルスの場合は完全に自分のコピーを作っていくわけですね人の細胞の中で人の細胞の中で自分のコピーを作っていくこれがまあウイルスなんですけれどもこのウイルスがまあ体の中に入って増えていくこれにはある程度のやっぱ数がないと人間の免疫力がかかっちゃうわけ、ね、だから免疫を高めましょうって言ってるのはその話で <laughs> 結局人間の免疫とウイルスがどっちが強いかっていうこの勝負なわけじゃん。 じゃあ免疫がこれぐらいあるとしてウイルス1個とか6個だったら、まあ、全然免疫の方が勝てるわけですよよっぽど弱ったら別ですけどね大体いい、えーまあ、ウイルスの専門家の人が言ってる話によると大体いいですねえー、なんだろう大体いい、えー、ウイルスを取り込んだ量が2万個2万個取り込んだら発症するんじゃないかと。で えー、もう 5000, 5,000ぐらいで、えー、鼻の粘膜あたりが感染するとか、まあ、部分的に感染してそこから広がらないパターンとかねいろいろその段階っていうのはあるんだけれどもやっぱ5,000とか1万とかそういうレベルから危ない。まあこれが寒くなるとですね寒くなるとまあもうちょっと少ない個数で。 まあなったりするんですけれどもそれでも個個とか10個とかかそういういいレベルの話でではないわけですよじゃあこのね1個とか6個ついてるから陽性病院送りってこれが果たしていいのかどうかねこれをやることによって医療現場が困ってるとかそれから社会が回らない経済が回らないこういう状況が果たして社会にとっていいのかね。 ソーシャルディスタンス取りましょうこれでえ人と人と会わないようにしましょうね,ね食べ物やあんま人入れるな、ね、食べ物や人入れるなってことはこれはもある意味儲けるなって言ってるようなもんだからねそれから、えー、あのコンサート行くな、ね、外出るな遊ぶなとかっていろいろ言うけれども結局何 だから今陽性だ陽性だって言われてる人のほとんどは濡れ衣なんじゃないかっていう話なんだよね。うん。だからで特に特にどういう人が濡れ衣かっていうと要するに発症してる人はこれアウトですよ。発症してる人はアウトなんだけれどもその発症してる人の濃厚接触者と言われる周りの人たち で、まあ、PCR 検査受けろって言われて陽性になった人たちの、まあ、9割は濡れぎぬじゃないかなというふうにまあ思ってますねだって6個6個でだって引っかかんだもんだから6個ぐらいつくでしょその発症した人発症した人は中に1万個ぐらい持ってるわけですからねこれはやっぱり結構な量が出てますからそれがまあちょんとつくことはやっぱありえるわけですよねうん。 そういう人たちがそういう病院とか病院とかまあホテルとかで隔離させられるこれはやっぱり相当なある種人権侵害と言ってもいいね時間を奪うわけでしょその人たちからそれが社会にとって有益かと言われるとそうとも思わないしそれが理由で医療崩壊してるとしたらこれはもう早くですねこの まあこのウイルスの先生も言ってるんだけどもこの CT 値というのを適正化するっていうことが非常に大事なんではないかなと。で、えー、それプラスやっぱそのあのー、なんていうのかな、えー、まあ皆さんのね意識ですよねこの PCR 検査というのがどういうものかで PCR 陽性っていうのはどういうことか。でウイルスの えー、ウイルスってののはどういういものかで症状が出るっていうのはどういうことかってこの辺のですねやっぱり、えー、なんだろうなあの何、ー、てうのこの辺の意識というのをやっぱり、えー、正常化していくことがですねやっぱ社会が正しい方に、えー、動いていくその礎になるんじゃないか そそれこそだって東京オリンピックとかやりたいわけでしょあのまあうちの、えー、総理大臣の方々とかね、うん、やりたいんだったらもっといろいろ考えりゃいいのにね <laughs> 考えりゃいいんだけどもあのー、あんまそういう話は出てこないみたいでその辺は非常にがっかりしてますねで当然今のままだったらえー、ねあのー、国民の人は オリンピックなんかもうやらんでやりたくないって思ってるだろうしうーんなんかなんかねこう納得いかないんだよねほんと納得いかないですねでもうこれはもうで何がやっぱり一番大事なことかと言いますとですねやっぱり一番大事なのはもうさっきあのー、台東区のね小学校の教員の方がね発症してでそっから 金曜日に発熱が出て病院行ったんだけど病院でもしかしたら何ともないって言われたかもしんないけどね。で、月曜日、火曜日出勤してたと。これはやっぱ一番やめてほしいね。やっぱ、あ、ちょっとでも俺体やばいなと思った人はもう、もう自宅で療養する。これがね、もう最大の勇気ですよ。これが最大の勇気であり、社会貢献であると。これをですね、やっぱ徹底していただきたいですね。で、 あのこれをこういったことをねまあ考えてていやだって要するに発症した人が一番リスクを高いのこれも圧倒的にその発症した人っていうのは相当な数のウイルスを出してるのは間違いないだからそういった人とやっぱり近くに接してたら確かにえ1万個とかえそのぐらいのウイルスがパッと入ってくる可能性は高くなるわけですよ。まととはいえとはええよその 発症者から出てくるウイルスとはいえやっぱその唾に含まれるものがじゃあ実際どのぐらいつくのかってなったら非常にまたここから下がるんだけどね下がるからじゃあまあ微妙なとこではあるんですけどもやっぱその発症者が周りに与えるリスクっていうのはやっぱ一番高いのでやっぱり体調の悪い人はもうとにかく家から出るなってもうこれが一番これが一番大事なことですそれさえやればですねもうソーシャルディスタンスだマスクだなんだってのはもう本当に 必要なないいかもしれない、ね、だから、えー、世のですね自殺の原因それから飲食店とかそういったものが苦しんでる観光業界が苦しんでる原因のもう最大の原因はですねやっぱこの、えー、風邪をひいた人が外へ出るとね風邪ひいたぐらいで仕事休むのこの考えこの考えが一番あのですね良くない。うんでそれこそ リモーートワークとかだったらででですね風邪でも仕事できるそういった、えー、社会にはなりつつあるわけですからそういったものをですね全面的に駆使して風邪をひいた人はとにかく家から出ないとこれをですねやっぱり、えー、徹底してほしいですねあとあのー、ふっと思ったのはもうあと1分半ぐらいで喋りきれるか,かわからないですけどもイチローさんがね現役時代に えーまあ、怪我をしなかったそれなんでかって言ったら俺の中にはセンサーがあってあちょっとここやばいなと思ったらもう気づくそういう体になってるとだからそこをケアしたり動き方変えたりっていうことであの怪我をしないんだっていうふうにイチローさんおっしゃっててあなるほどとまあそれが動物的勘なのか何なのかねわかんないもう当然、えー、動物には病院ないですかね野生動物は病院なんか行かないわけじゃないだから、えー、そのイチロー理論で行くならば 我々現代人間もですねあちょっともしかしたら明日明あさってぐらい風邪ひくんじゃないかなとかってそういうのあると思うんだよね正しい体正しい生活習慣正しい食生活正しい健康状態にあればあちょっと喉が痛くなるような気がするぐらいの痛くないんだけど痛くなるような気がするあ気がするからちょっと野菜多めにとっとくかとかねビタミンちょっと入れとこうとか。 そういうのがですねやっぱあちょっともう今日は早く寝ようとかそういうのが多分ね大事だと思うんだよねでねそれって無理すればするほどやっぱそういうのってあの気づかない体になってしまうだからその辺をですねなんかこう徹底してあの社会に優しい社会、えー、のに優しい生活をですねまあ皆さんがしていけるような そういうですね、まあ個人個人であったりとか、まあもちろん、えー、企業の方であったりとか、なんかね、そういうですね、えー、社会になっていけばいいなというふうに思う次第です。それでは、あさって、ブライ祭り、ね、楽しんでください。ね、私も出てますから、えー、そんな感じで今週の放送終わりにしたいと思います。えー、来週もまた見てね。ありがとうございました。それでは。